おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日もクロエのレクイエムやっていきたいと思います。なんだったっけ、5分も経たないうちに撮ってんのにもう忘れちゃった。トイレ休憩してたら全部流れていきました。クロエちゃんとの思い出を、なんだ、クロエちゃんとの思い出というか回想シーンを一瞬見て終わったんですよね。で、友達を消しちゃったんだけど、炭の中からか、小さな鍵が出てきた。よし、小さな鍵どこで使うんだ。なんか小物入れとかあったかしらね。鍵をゲットしたんでどっかで使えるんでしょう。セーブしよう。ここではないか。鍵ね、鍵か。まあ鍵っていうからにはクロエちゃんの部屋にある鍵なんじゃねえのって思うんだが、違うのかしら。デレデンデンデレデンデレデレデン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 。これか？あ、鍵これか。これじゃね？ん？なんすか？あ、小さな鍵使う使う。おもちゃ箱開けた。中には小さな小太鼓が入っている。小太鼓を手に入れた。付属品か何かかな。あ、わかった、こいつだ。装備か。汚れた人形2つあるな。あ、金髪と茶髪がある。ちょっと小太鼓持って、はい、あれ、はい、あげる。はい。おお、びっくりした。なんと兵隊が音楽を奏で始めた。やったぜ。何ですかこれ。トロイメライの楽譜。やったー、楽月。何これ。誰かに座ってほしそうなソファー。人形とか。あ、間違えた。どっちだろうね。どっちも乗せる、乗せれる。あ、できる、すげえ。人形座らせた。あ、おお、人形は嬉しそうな顔してる。よかった。で、人形が何かを差し出した。鈴？やったぜ。なんか知らんけど鈴もらった。え、で、あ、そうか、楽譜ゲットしたから。が、え、何ですか。え、何、何、何、お、なんかピアノ汚ね。失礼なこと言った。え、で、何があったの。ミシェル、大変なの。さっき突然大きな音がしてピアノが壊れちゃった。あ、仕様じゃないのか、ピアノが汚いのは。壊れたのか。これじゃクロエ、どうしたら。ちょっと落ち着いてよ。他にピアノのある部屋はないの。あるの、この上の階に大きなホールが。でもクロエ、あそこには行けないの。嫌な感じが強すぎて。そっか。ノアール、ブラン、なんすか。おや、え、おい、何、嫌な感じが消えた。すげえ、ちょっとよくやったな。やるじゃん。今なら大丈夫じゃないかな。3階に行こう。あ、行ける。え、ちょっとなんで急に壊れたん、ピアノ。ほんとだ、行くか。行こう。よくやったね。はい、はい。お、あれ、この部屋見覚えがあるような。なんだ、気のせいかな。何、発表会しましたみたいな、なんかある。何、2階北使用人室の鍵。やったぜ。はい、んで、ここでトロイメライ、バイオリンとトロイメライ、これか、これでいいのか。これなら。なんだ、あー、びっくりした。
よかった。クロエびっくりしたの。え？あ、でもこれ鍵盤が抜けてる。マジ？あ、鍵盤がないと弾けないの。ミシェル、鍵盤一緒に探して。鍵盤が取れてるのにそれだけで治るの？無理なんじゃ。わかった、探すから。ありがとうミシェル。クロエ可愛いからちょっと骨抜きにされてる。いて、ぶつけた。鍵盤を探すということね。オッケー。まあ鍵盤探すっつってもな。来た？来た？ここ？違うか、これ2階か。ドアノブが壊れてる。うん。とりあえず鍵もらったから。てか君たちは下にいるんだね。ここか。鍵開いた。うわー、ここもですか。なんでここも見られてんねん。あ、奥様、私 D ヘボ。おー、かわいそう。で、なにこれ。ん？なんだこれ。まあ、いいか。これを見るのかな。ちょっとこれ見るの怖いからちょっと最後の方にしたいな。あ、ここで、これで下に行ける？またペロリルリリリリってなるんじゃない？ペロリルリリリ、あ、なかった。はい、見られてるね。はい。見ていいよ、どうぞ。パッとご覧ください。はい。切ったぬいぐるみ見られた。だからあいつをズタズタにした。え？早く死体を燃やさなければ。はあ。で？あ、でんでーん。はい。燃やさなければ。え、どうしたらいいの。死体を燃やす、死体を燃やす。ん、なんかしろってこと。なんだろう、わからん。まあ、とりあえずなんか済んだらいろいろやろうか。とりあえず3階の探索しよう。せっかく来たし。開かない。こっちは開かない。ダメじゃん。え、どうしたらいいんだろう。ルル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 。はい。お、天才少年ミシェル・ダランベールのコンサート特別招待券。僕っすか。天才少年だって。やっぱ天才なんだ。そうだよね。だってピアノのやつを即興でバイオリン用にアレンジしちゃう人だもんね。うわ、何？あ、びっくりした。ぬいぐるみを燃やしますかが出た。あ、そうか、食材をさっき装備したからかな。あ、なるほどね。燃やそう。え、いいの？これで満足なのかな。わからない。ちょっととりあえずあのメモ用紙見てみる。もう一回メモの内容変わってたりしない？これ、見られた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 。東洋人はやめさせた。ノッポは消した。あとの二人はどうしよう。あとの二人はどうしよう。 B と C か。あっちの部屋にいるよね。あのお母さんの部屋、お母さんの部屋にいるから。あれ、いない。どこ行ったの。そう、捕まえてやるぜ。私が母上の代わりに。ボロボロ、なんだ、いっぱいいるな。なんで、なんだ。 C と書いてある。あ、待って待って待って、どういうこと。あ、 E、 え、何。 A、 O、 B、
東洋人やめさせたって言ってるから、東洋人は燃やしちゃダメなのか。 A は、待て、ちょっとセーブしてくる間違ってたら死ぬかもしれんからな。で、はい、ごめんなさい。A から A を燃やそう。合ってる？で、B も燃やそう。あーあ、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 ごめん、ごめんなさい。何？え？あ、ごめん、ミシェル君。ごめんね。なんか、わかんないけど。何？え？え？ 3 人殺した？え、とりあえずじゃあ C も殺していいの？あ、え、なんか知らんけど、よかった。ノワール、ブラン、猫たちがぬいぐるみで遊び始めた。うん、なんと2つのぬいぐるみから鍵盤が出てきた。やったぜ、二つ手に入れた。お、え、何今の勝ちって。三人殺したね。おっと、そんなはずはない。はい、どこからともなく声が聞こえてきた。これで邪魔者はいなくなった。あとはあの子だけ。え、何、あ、家族の絵切り抜く？なんで？とりあえず切り抜くか。どこ切り抜くんだ一体。かわいそう。家族の絵を切り抜いた。そんなに嬉しい？開いた。あらー。そんな、クロエちゃんが一生懸命描いた3人の絵なのに、ごめんね、切っちゃった。鍵盤ないの？鍵盤ならさっき見つけた。うん、オッケー。鍵盤を装備、なんか知らんけど、ちょうど食材とハサミ持っててよかったぜ、ラッキー。で、これをつければいいの？はい。でもこんなことで治るのかな？治ってる。すげえな。不思議の力。ピアノの音がしたの。今治したからね。お、なんでその音で確かめるんだ？ジュディーンって。本当なの。よかった。ミシェル、ありがとう。大げさだな。ちょっと顔赤らめてんじゃない？ちょっといい感じなんじゃない？で？え、あ、そっか。これでピアノ治ったから、トロイメライちゃんとバイオリンちゃんを装備して、これで、はい、弾くよ。わかったの、ミシェル。あ、てかこれがトロイメライだったんだね。さっきね、あの絵をお母様に見せてきたの。それはよかったね。お母様はなんて？ありがとうと言って受け取ってくださったの。それはよかったね。君が頑張って描いた絵だもの、きっと喜ばれたよ。ちょっと顔色が悪かった。きっとお体が優れないのよ。最近お父様も様子が変だし、どうしたのかしら。きっと何かあったんだよ、君の知らないところでさ。
それは良くないことかしら。大丈夫、何も心配いらないよ。ねえ、君たちもそう思うだろ。おう、みんなジャンプした。みんな、うん、もちろん、うん、大丈夫だよ。彼の言う通りよ。みんなやったぜ。え、あ、動ける。動けるけど、あとどうしたらいいのかな。こっち、あ、出ない。どこ行くの。寝るの。まだ眠くない。おう、はあ、お茶おいしいな。どんどこどん。クロエ、僕の太鼓はどうかな。うん、とっても上手なの。陶器の人形さん、今日も綺麗だな。そうか、恋してるんだね。お母様大丈夫かな。元気になるといいね。クロエ、今日のお洋服も可愛いわね。クロエ、このお洋服が一番好きなの。そうか、大丈夫。きっとお父様もすぐに様子が戻るよ。そうね、みんなありがとう。だれ。はい、怖い、キモい、さよなら。お父様。お、え、ここで、え、突然、なんで。もう声を上げなくなったのか。つまらないな。クロエ、お前は私のために存在する。なぜなら私の娘だからだ。わかったね。返事をしなさい。これから一生お前は私に逆らえない。わかるね。はい。おや、血がぬいぐるみにかかってしまったね。まあいいか。どうして。苦しい。今なんか喋った。苦しいって。助けて。誰も来ない。あら、友達は。ねえ、返事がない。だからもう返事をしないのね。もう私を許してくれない。なんで。クロエちゃん何も悪くないじゃん。ああ、呪いが解けた。2階の、はあ、これ電球変えればすぐ済むことなのでは。うん、不思議だな。どうしたの。あ、ううん、なんでもないんだけど、演奏が少し楽しかったから。きっと僕はもともとはこういう風に演奏をしたかったんだなって。そうね、とってもね、
素敵な演奏だったの。どうもありがとう。どういたしまして。でもまだみたい。次は何を演奏したらいいの？わからないんだね。僕が探してくればいい？クロエ、ミシェルに迷惑ばっかりかけてるの。いいよ、今さら。別に。ごめんね、ミシェル。ありがとう。うん。僕には君しかいなかった。あんなに愛していたのに、もう撫でることもできない。クロエは僕が殺した。え？クロエは僕が殺した？生きてるけど。およ。謎に包まれるばかり。ちょっとね、ミシェル君がね、どうしてここに来たのかっていう理由もわからないから、その辺をね、なんかもうちょっとで分かってくるのかなって思いながらちょっとプレイしてましたが、今日はじゃあこの辺で終わりましょう。じゃあ次回は3階を探索しましょうね。ということで、また次回に続きます。おつぴよです。